あんなのと同じレベルになるなっつって。あと、虚偽通報ね。そう、原付でバイク配信してるときに、二段階右折しなくていいところにもかかわらず、なんと警察署に電話、警察に、ね、高尾警察署ってあるんだけど、高尾警察署に電話して、すいません、ユイガっていうね、ふわっちで配信してる配信者が、ね、二段階左折をしないでって、虚偽通報を入れたから。二段階左折、二段階左折なんて、左折。が、ない、そんなのないのに、二段階左折をしてないんでって、虚偽通報を入れたから。ほんで警察がすげえいっぱい来たんだよ、マジで。道路交通法違反してないのに、私もいつも嘘拡散する。あいつってそういうやつなんだよ。警察が来て、ね、何にも異常がないって確認してんだから、警察。にもかかわらず、あいつは虚偽通報したから。それもあるわ。そんでナイスを稼ごうと思ったんだよ、あいつは。俺に虚偽通報をしてね、ナイスを稼ごうと思ったんだけど、俺の方が閲覧増えちゃって、俺の方がナイスが増えちゃうっていう現象が起こっちゃって。まあそういうのもあんのよ。あんなの相手しない方がいいよ、あるさ。バカ見るだけ。俺もリカピーに行っても相手すんなって。あんなレベルに下がるなよって。終わってんだよ。自分の囲いだけでやっとけ。だから前、なんか、キャスバーに、01の1日店長の時、爆走いたけど、俺が来た瞬間、すぐ帰ったもん。10分ぐらい、10分もしないうちに帰ったんじゃない？俺が来店してから。1時半に俺行ったから、1時半に行って、すぐ帰ったもんね、俺が来てから。そうそうそう。気まずいと思ったんじゃないの？俺は堂々といるよ、別にまずくねえから。虚偽通報は日常的？まあ、自分の閲覧とか、ナイスとか、なんか金のためとか、そういうためにやるよ、あいつは。そうそう。自分の、何？損得勘定しかないから。人との関わりとか、そんなもん簡単に切る。今、泣き毛やってんの？あんないらねえ、泣いたって可愛くもね。マジで。うちの女の子でもね、うちの女の子年齢いってんだろ？数億倍可愛いわ、うちの方が。マジで可愛げもあるし、顔も可愛いし、体型はまあ、あれですけどね、ちょっと最近太り気味なので。あの女キモい、マジ。いいんだよ、みんなでよ、配信な、あんなのをリスナー見に行かなきゃいいんだよ、バクソなんか。配信者もそう、相手しなきゃいいの、マジで。リカピーと一緒にならない。ありがとうございます。本当に。でも、リカピーがね、なんと、私とのツーショットの写メ、ツーショットの写メをツイッターから削除してました。そして、キャプが、僕とビデオ通話してたキャプが、それも削除してました。もう今日朝からショックで、ポッケいらっしゃい。それをね、僕ダウンロードしてエンディングに使おうと思ったの。エンディングに使おうと思って、あ、俺、コピペしようと思ったら、その二つがなくなっているという現象が起こってまして、まだリカピに言ってないけど、ショックだったよって言ってないけど、消えてた。多分あれはもうわかるんだよ。あれ本人が意図して消したんじゃなく、絶対囲いに言われた。ウィラポいらっしゃい。囲いに言われた。囲いに言われて、そうそう。こういうの乗っけるとイメージ良くないからどうこうだよとか、ユイガとの2ツーショットは乗っけない方がいいよって言って、だから2つ消えたんだと思うんだよ。まあ、しょうがないけどね。女性配信者あるあるなのかもしれないよ、これは。俺が別に乗っけてくれって言ったわけじゃないし、まあ、女性配信者あるあるでしょ。多分、もともとなかったんだ。多分。持ってるよ、俺！ガチ恋人多い。あるさ、なんとね、ほんと多いから、俺知ってんだもん、だって。うちのリスナーでも、だって、リカピーにガチ恋してる人いたもん。ほんとに。顔に似合わず頑固だな。マヨッチが言ったんでしょ。それはないでしょ。マヨッチが。マヨッチが乗っけない方がいいよって言うわけないじゃん。マヨッチがそんなこと言わないよ。マヨッチは応援してくれてるから。リカピー33。33歳。どうやっけ？
私も弟のリカピーさんと付き合ってない、いい女だよ、本当に可愛いんだから最高だよ。あれ、うん、若く見える。リカピーと別れたら付き合って、レンレンと俺が、ないでしょ、顔見たことないのに。怖いでしょよ、顔見たことないでしょ、怖いよ、会ったことないでしょ、喋ったことないでしょ。あ、ちょ、みんな見てね、 YouTuber 今日キャスバー来た人見てね、キャスバーにこれね、あのオフレコで、そう、 R さんに会った時だけど、 R さんに会った時にリカピーと僕撮ったんで、はい、リカピーと撮ったんでね、黄色のこうやって黄色のついてるから、うん、ぜひ、うん、リカピー何、優雅さんよりいい人、失礼だね、うん、俺いい人だから本当に、うん、かわいいでしょ、かわいいの、うん、最高ですよ。これあれ、あのビデオ通話中のかわいいこれ、あの寝落ちでね、そう、これビデオ通話中、ビデオ通話中のリカピ。かわいいよ、ほんとに。今日やっと会えるよ、やっと久しぶりに。何日ぶり ?2 日か。2日ぶり。出会ってどれぐらい?出会っては、2ヶ月半。出会っては2ヶ月半。9月の、確か1日かなんか、1日か2日に電話来たんだよね。電話来たの。そうそう。俺が放送終わってから、ゆうかさん寝れないんですけど、通話してもいいですかっていう風なことが来て、いいよって、放送終わったばっかだったから、いいよって、暇だったから、俺通話しないんだけど、本当に人と。リスナーとか配信者とも通話しないんだけど、いいよって言って、放送外では通話しないんだけど、通話してたまたま。で、意気投合して、次の日も通話して、で、何日かして会った。すぐ。うん。いやー。参ったなぁ。おすそ分けしたい。幸せを、おすそ分けしたいよ、僕は。うん。バラチンらしたい。のろけすぎるとナイス。あ、すいません。ナイスポケさん、ありがとうございます。ナイスを、皆さん、652人いて、66って10分の1しかナイスがないって、これ死んだ方がいいから。うん、ナイスを皆さんお願いしますね。ナイスを。あ、付き合いたいって言ったのはあちらさんから。付き合いたいじゃないね。好きですと告白したのはあちらさんから。うん。優香さんのこと好きなんですっていう風に告白したのはあちらさん。で、付き合いましょうって告白したのは俺。だいぶ、ちょっと経ってから俺が付き合ってくださいっていう風に言ったので。うん。そうだね。月な、月いくらくらい?俺?先月16万。先月が16万。今月は8万。今のところね。なんで、多分このまま行くと、やばいっす。俺ちなみに平均、8月の終わりまで、8月の終わりまで、平均80万。最高で106万。だったのに、収入が激減しました。収入が激減しまして、そうそう。やばい。じゃ、本当にやばい。これはね、あの、長年付き合ってた、まず、長年付き合ってた彼女と別れたという、6年半付き合ってた彼女と別れたことにより、そうそう、長年付き合ってた彼女と別れたことにより、その、うちの前の彼女のことを好きだったリスナーさんたちが離れた。だいぶ離れた。常連リスナーが離れたんだけど、それと同時に新規はいっぱい入ってくるようになったんだけど、常連が離れたこと。だいぶね、半分ぐらい多分離れたかな。半分以上かもしれない、下手したら。それぐらい離れたこと。それと同時に、リカピーと付き合って最初の頃は、俺病んでたので。まあ、その放送を何度もやってたので。もう
恋人できる人が俺最初からいたからね、いない時はないからね、いない時はない、彼女がいない時は、いつまでも収入が続くってことはないもんね、飽きてくるし、まあそうだな、かりんとうまんじゅう、その通り、まあ俺なんて配信やるときってお金が稼げる時代からやってないからね、9年前からやってるので僕はね、もう配信9年目なんですよ。もう今年の、こちら来年の1月の11日で10年目に突入するんだけど、あ、何？何これ？あのさ、こういうのやめて！おい！何これ？何これ？こういうのやめてください！なんかさ、こんなさ、わかんねえけど、なんだかわかんねえけど、いいや、見せるわ。ねえ、なんなのこれ？これ何のサイト？これ。今、リカピーから来たんだけど、見てるじゃなくて、一緒に話そうっていう、何これ？ねえねえ、こうねやめてよ！これ何？これ何のサイト？知らん。今リカピーから送られてきたんだけど、何これって来たよ。何これ、これ送ったの誰だよ。大体これ絶対さ、まずさ、でもこれリカピーがキャプってんな多分、勝手に画像使われてる。名前もそうだし、本名でさ、名前登録して。こいつさ、電話出ねえのかな？マジで。あれ？こういうのムカつくよね、結局。違う、こいつ本当にね、こいつ本当に勘ぐるんだって、すぐ。なんでも。電話出ねえし。つか、ふわっち見てんだろ、お前。なあ。ふわっち見てんだろよ。ふわっちアプリが出てるよ、ここの上の。14時6分。ふわっち見てんだろ、お前。書けよ、コメント。じゃ、マジで。リカピー。リカピー。何のサイト？リスナーから来た？誰だよそれ。リカピーのリスナーがこれを送ってきたんだって。ってことは絶対そのリスナーがはめてるんだよ。はめてんの。絶対そのリスナーがはめてる。あ、ムラムラ。お前だろ、それをアンチだし。バカか。それ俺のアンチって言ったろよ。バカ。ムラムラね。違う、いいんだよこいつで、ね、目覚ませよバカ。違う、ムラムラって、あ、タコやらしゃい。ムラムラってリカピーがフォローしてた人間がいるのよ。あっちから多分フォロー来て、フォロー申請来て、こいつが許可したんだけど、今、